始まるよ。準備はいいかな？それでは、230ページのポイントチェックについて解説を加えることにいたします。ここでは、228ページ以下、228ページ、229ページ、それから230ページですね。この3ページ間におります、囲碁に関しての基本的な事項を、誤りを含む内容から、正すという形で、通っております。もう早速見てみましょうね。ということで1番です。次のそれぞれの文章に関して誤っている部分があれば、そこに関して引き正しい文章を直しましょうということです。1番、囲碁の方式には普通方式と特別方式があると。この中で応急字囲碁や隔絶字囲碁は普通囲碁に含まれ、実質小囲碁や構成小囲碁は特別方式の囲碁に含まれるということです。囲碁の種類ですね、228ページで、普通方式として実質小書、構成小書、秘密小書、特別 方式として、死亡応急時、船舶遭難者、伝染病隔離、在船者といった、こういう特別な場合ですね、要件緩和しているやつですね。で、ここにまとめておりますが、これは普通方式と特別方式があるんですが、これ逆に書いてなかったっけ。囲碁の方式には普通方式と特別方式がある。これはいい。で、この中で応急字囲碁や隔絶字囲碁は、これ、特別方式ですね。特別方式の囲碁に含まれ、で、実質、小囲碁や構成小囲碁は、こっちが普通方式の囲碁に含まれるということですね。すいません、ちょっとこう問題が、普通、これ、方式。あ、そうか、方式の囲碁って書いておいた方が誤解少ないですね。問題としてですよ。すいません、ちょっと文章が一貫してなかったです。失礼しました。なので、これ特別方式 と普通方式が逆になっていると思います。はい、だから原則はもちろん普通方式なんですよということですね。はい、2番、実質小書遺言の場合、遺言者がその前文、日付及び氏名を記入しなければならないが、このうち氏名を辞書すれば、日付や、氏名については他人に書かせてもいいと。これなんか氏名とか書いてますね。これもなんか問題が変で、どうする？ここ、内容とか書いておく？前文とかにしとく？すいません、内容。ここおかしかったですね。問題自体ちょっと不適切でしたね。間違いだと明らかに分かる問題ですね。はい、ということで、これ、見ていただければですね、968条の1項のようです。ちょっと確認してみましょう。968の1項ですか。はい、1項ですね。実質証書によって遺言するには、遺言者がその前文、日付及び氏名を受賞し、これに印を押さなければならないということですね。手書きしないといけないわけですね。なので、実質小書遺言の場合、遺言者がその前文、日付及び、氏名を記入しなければならないが、このうち、氏名も、前文も氏名も日付も、すべて辞書しなければならないといった形で、そういう形で、ちょっと書き換え方が複雑になりますが、そういった、968条の1項ですか、に、踏まえて、書き換えるのが素直かなと思います。はい、どんどん行きましょう。3番です。実質小書遺言、構成小書遺言の場合には裁判所の兼任手続きが必要となるが、秘密小書遺言の場合には、裁判所の兼任手続きは不要であるということですが、これあれですね、違いますね。実質小書というのは、全部要するに自分でこう手書きするわけですね。で、秘密小書を付与するわけですね。構成小書というのは交渉人のもとで書くわけですから、したがってこれ交渉人が作った文書っていうのは、機能としてはですよ、これ判決と同じ機能を有すると思ってもらって、そんな間違いないんですね、機能としては。そうすると、例外もちろんあるんですよ、例があるけれども、そう思っていただければよくって、そうすると、1004条の2項のようなんですけれども、1004条の2項です。1004条ですね。1項でまず、遺言書の保管者は相当の、相続の開始を知った後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、その権利を請求しなければならないということで、2項で、前項の規定は公正証書による遺言については適用しないということですから、公正証書遺言については、権利手続き不要なわけですね。
はい、ということですので、これ、実質証書遺言、秘密証書遺言の場合には裁判所の、だからここの公正証書遺言、ここを秘密証書遺言と書き換えればいいと思います。の場合には裁判所の検認手続きが必要となるが、でここですね、公正証書遺言の場合には裁判所の検認手続きは不要であるというように書き換えていただければいいかと思います。それから4番です。遺言内容が実行されるときには非相続人を保護しているので、遺言の中には必ず遺言執行者を指定しなければならないということで、これここですか ?106 条の1項ですか ?106 条の1項を見ていただければ、この文言ですね。106条の1項です。遺言者は遺言で1人または数人の遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託することができるということですから、遺言の中で遺言執行者を指定しなくても、そのことだけで遺言が無効になるというわけじゃないんですね。なので、遺言内容が実行されるとき、非相続人を死亡しているか、遺言の中に必ずしも遺言執行者を指定しなければならないというわけではないとか、こういう書き方が素直かなと思います。ですが5番です。遺言執行者の指定を第三者に委ねる旨の遺言は無効であるということで、さっきの106条を見てみますと、1人または数人の遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託することができるということですが、誰々に指定してもらってくださいという遺言ですね。これできるわけです。したがって遺言執行者の指定を第三者に委ねる旨の遺言は有効であると。だから、委ねることもできるということですね。はい、6番です。包括遺贈や特定遺贈に関する事柄は、遺言の中ですることができないということですけれども、遺言事項なんですけれども、964条ですか ?964 条見てみると、ここですか遺言者は包括または特定の名義でその財産の全部または一部を処分することができるということですから、遺言の中に、こういった事項を書くことができるわけですね。だから包括遺贈や特定遺贈に関する事項も遺言の中ですることができると。むしろ争いになるのはこういうのが多いんでしょうね。はい、そういうことです。遺留分とはまた別の話ですよ。はい、それから7番です。遺言執行者の指定が ある場合であっても、遺言の履行は、遺言執行者以外の相続人が行うことができるということですが、これ直接の情報ないのかな?だけれども、これ遺言執行者の指定があった場合には、そのまま以外できないでしょうね。と言いますのも、106条でこう、遺言執行者出てきますね。そうすると、107条で遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならなくて、うんぬんかんぬんとこうあるわけですね。ですので、これできないと見るのが、素直でしょうね。だから遺言執行者の指定がある場合には、遺言の履行は遺言執行者以外の相続に行うことができないと見るのが素直かと思います。それから8番です。遺言について裁判所の検認手続きをしてしまえば、遺言内容の有効性を争うことができなくなるということですが、これ、本文に書いてたかな?書いてなかったと思うんですけれども、これ、検認手続き、1040の1項ですけれども、これはその遺言が成立したという意味でなされるものですから、1040の1項ですね。で、これですね。なので、検認請求というのは、これ、単に中身がですね、そういった内容の遺言が成立しているかどうかということを、普通、方式の場合と、実質証書遺言ですか?普通方式の中でも実質証書遺言と秘密証書遺言の場合には検認手続きをするわけですから、そういうのが成立したんだと。公証人の認証に代わるものをですね、家庭裁判所でやってるに過ぎないんだという、そういう機能だとお考えいただければいいかと思います。そうすると遺言について裁判所の検認手続きを経ても、遺言内容の有効性を争うことはできるというように理解するのが、書き換えるのが素直かなと思います。